の終わりです。今回ですね、こちらの飼育ケージで今あのインドネシアの巨大コロギスリオックを飼育しているんですけれども、このね飼育ケースが、まあ、リオックにあんまり適してないということが判明いたしましたので、今回新しい飼育ケースを用意しまして、リオックの飼育環境をねガラッと変えていこうかなと思います。まずね、なんでこのケージが適してないのかっていう話になるんですけれども、それ、ね、ちょっと前にね夜寝てたらね、カチカチカチっていう音がして、もううるさすぎてね目が覚めたことがあったんですよね。それが何だったのかっていうと、蓋の網目の部分にリオ君もしがみついてずっと噛んでたんですよね。ちょっと前に動画上げたんで皆さんご存知かもしれないんですけども、リオ君の顎ってめちゃめちゃ頑丈で、あのカマキリのね鎌とか首とか硬い部分もバキバキ噛みつぶして食べちゃうし、まあ、多摩動物公園でリオックを飼育した時の話だと、もう増加でレイアウトしたらその増加も全部噛みちぎってしまうっていうね、あの飼育員泣かせない生き物だったっていう話なんですよね。なんでこの網目のプラスチックくらいだったらいつかね噛みちぎれてしまう可能性があるんですよね。で現にこれよく見てみるともうね半分ぐらいちょっと削れちゃってる、いつ噛みちぎられるか分かんないですよね。なんで今回もちゃんと蓋が噛みちぎられないケージを用意しようかなと思って、新しく買いましたのがこちら、デジケースっていうケースの、一番大きいサイズです。結構ね、高さもあるんで土をたっぷり入れることもできるっていうのも、これを選んだポイントなんですけれども、通気口がこの蓋に穴を開けてるっていうタイプなんで、牙が入る隙間がないんでね噛みちぎられることはないなという形で今回これを選びました。で今回床材も変えます。今までね、虫とか爬虫類用のヤシガラ 100% のヤシガラを砕いたマットを使ってたんですけども、これよりもねいいものがあるんですよね。それがこちら産卵一番っていうね昆虫用のマットで、これは原材料がね広葉樹、葉っぱなんですよね。葉っぱを砕いて、作ったマットなんですけども、これがねいいらしいんですよ。実はねツイッターにおそらく日本で初めてだと思うんですけども、リオックの繁殖に成功された方がいて、その方が公開してくれてる情報によると、この産卵一番を使って、繁殖してベビーも育てているっていうことなんで、今回ね床材こっちに変えようと思います。最初にちょっとこう軽く敷いて、ここにね水を加えます。こうやってまあ水を加えて湿度の高い土を作ることで、湿度の、ね、高い土の層と湿度のそんなに高くない土の層を作って、リオックがね自分が好みな湿度の場所を選べるようにしてあげるっていう感じでやってきます。リオック結構ね穴を掘って、土の奥でね、巣を作って持って暮らすのが好きな生き物なんで、かなり土は深めに敷いておきます。もう1個のケースで1個使い切っちゃおうかな。産卵一番このデジケースの一番大きいやつに産卵一番10リットル1個で多分ちょうどいいぐらいの感じですね。いい感じですね。はい、で餌なんですけども、まあ、メインは、虫ですね。まあ、基本的にうちでは、まあ、レッドローズとかデュビアとかそういったゴキブリをね与えようかなと思ってて、まあ、前回もねそれは食べてくれたんで大丈夫だとは思うんですけれども、あとそのリオックを繁殖させた方の情報によると、このゼリーがねいいらしいんで、これも購入してまいりました。これね昆虫用のゼリーってわけじゃなくて、爬虫類万能ゼリーっていう名前の、まあ、爬虫類用のゼリーなんですけども、これすごいね栄養価があって、リオックの、ね、食いつきもいいってことなんで買って試してみたんですけども、実際、まあ、結構食べてくれてますね。はい、これ結構高いんですけども、まあ、これね結構食べてくれるんで、リオックの水分および栄養の補給に使っていこうかなと思います。早速ねここのリオックを新しいケージの方に移していこうと思います。ちょっとね掘り出さないって感じですよね。リオックどこにいるかな。リオックを傷つけないようにゆっくりと掘り出します。
今我が家にはねリオックが2匹います。前回の動画でもお話ししたんですけども、あの一番最初に買ったリオックは、幼虫で買ったんですけども、成虫になった後ちょっとなぜか分かんないですけども死んでしまって、今回はですね、また新しく買った別のリオックなんですよね。でこの子はですねもうすでに成虫なんですけども、メスしかちょっと販売されてなかったんで、メスのリオックを2匹購入しております。でかいですね、元気いっぱい。おちょ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 、怖い怖い怖い。すごいですよ、足を動かすとこんな音が出るのすごいですよね。はい、ここが君の新しいお家です。リオックめちゃめちゃ触角が長いんでね、これ挟むないように、ね、気をつけてね蓋を閉めないといけないんですけども、で、ここにこの昆虫ゼリーを置くやつ入れて、この、ね、爬虫類万能ゼリーを入れてあげると結構ね数日後減ってるんですよね。こんな感じでリオックの新しい飼育環境として飼育していきたいと思います。でもう一匹のリオックも同じような環境を作ってあげて移動させます。ほい、 OK。 せっかくちょっと掘り出したんでね、餌を与えてみましょうか。レッドローちゃんオスです。食べるか。お、噛みついた。前回カマキリを与えた時もそうだったんですけども、リュークって警戒心が高いのか、こうね、餌はくわえはするんですけども、人がいるとねむしゃむしゃし始めないんですよね。やっぱ外敵がいるところで食べ始めちゃうとね隙だらけになっちゃうからっていうのがあるのかもしれないですね。なんでこうやってねくわえさせた後はカメラをここに設置して、俺はねこの部屋を離れて撮影するっていう感じでやってました。そして落ち着いてゴキブリをさあいざ食べようと思ったその時、口が開いた一瞬の隙にゴキブリに逃げられてしまいましたね。意外とこんなね見た目しといて捕食するのは得意じゃないのかもしれないですね。リオクって体も大きいから歩くのも遅いし、このバッタ系のジャンプするのって外敵から逃げるにはいいですけど、まあ、的確にジャンプして獲物のところに来て捕食するってのは難しそうですし、あんまり捕食が上手な生き物じゃないのかもしれないですね。もともと草食のバッタたちはいいですけど、肉食のこういうコロギスとかねバッタ目のやつらって野生下でどうやって獲物を捕まえて食べてるんですかね。止まってる生き物を狙ってとか待ち伏せとか、もう死んでる生き物を食べるとか、そういった感じなのかもしれないですね。もしかしたら餌を食べれなかったリオックは土の中に潜っていきました。で飼育ケースが完成したらそれだけじゃなくて、今度はねリオックを飼育する部屋の温度をねもう20度にします。リオックね、インドネシアの生き物なんで、今までね、あったかい環境で飼うもんなのかなと思ってたら、その、まあ、日本で唯一繁殖成功してる人の話を聞くと、あったかいと逆にダメらしくて、まあね、確かにこの高山地帯で、ね、標高の高いところに生息してる生き物らしいんで、まあ、むしろ23度とか超えちゃうと、そしたらなんかポツポツ死に始めちゃうっていうお話なんで、もう20度に設定しまして、涼しい環境でね、飼育していこうかなと思います。で、まあ、ここ俺の寝室なんで、他にもね、タイガーサラマンダーとかね、涼しいところが大丈夫な生き物をこの部屋に置く感じにしようかなと思っております。はい、という感じでこちらの部屋でね涼しく飼育していこうかなと思います。今後もねリオックに変化があったりとかね、餌やりの時にリオックの動画を出していきたいと思いますので、リオックが気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。リオックはまだね結構なんか未知数な部分が多いんで、どう飼っていいのか全然わかんないんですけども、ちょっとずつね試行錯誤して頑張っていきたいなと思います。